はい、時間になりましたので、今日もジャカルタコミュニケーションクラブの日本人とインドネシア人、日本語とインドネシア語でバッチリ話していきましょう。久しぶりにアルディさんも参加です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、おとといでしたかね、ジャカルタコミュニケーションクラブは、インドネシアの独立記念日の特別イベントの、100人の首長、アパカタ、スラティソランというイベントをやりまして、超盛り上がったんですけれども、ということで、インドネシアはね、何回目の独立記念日でしたか？何回目の独立記念日でしたか？今年は。はい、どうぞ、ファウザンさん。77ですね。77回目の独立記念日です。で、インドネシア人は独立記念日の時の気持ちって、どんな感じ？ファウザンさんに聞きましょう。ファウザンさん、独立記念日の時の気持ちってどんな感じですか、インドネシア人は。ワクワクですね。ワクワクワクするね。ああ、でもね、あれ、でもです。ああ、私は会社員ですから、朝は、upacara がありますから、とっ式典がね、式式典があ典ります。がありますから、とっても、忙しい。退屈。はい。あ、退屈なの？式典退屈なんだ。式典退屈。インドネシアの独立記念日の会社でやる式典は退屈だと思う人、手を挙げてください。退屈だと思う。ファウザンさんだけだよ。はい。で、ルトゥフィ先生も入ってくれましたね。ルトゥフィ先生は独立記念日はいつもは何をしますか？今年はね、JCC のクイズ大会で忙しかったです。ああ、そうですね。まあ、その前にちょっと、なんかタップになりますか、パニティアっていうブラザーのコンテストとか、そう、なんかうちの周りにコンテストがあります。子供たちと一緒に、その、なんかコンテストがあね、ります。まあ、それもなんか、ホーズンタップとなんか同じです。ワクワクはい、ワクワクね。日本人の方々、今日は、小川さん、後藤さん、五十嵐さんですね。それから、洋介さんという名前の方がいらっしゃいますけど、インドネシア人の方、日本人の方、ちょっとよくわからないですが、インドネシアの独立記念日は、まあ、町内会ですね。RA とかアルテとかエリアでね。町内会で、いろんな、なんて言うんでしたっけね。日本で言うと、コンテストじゃないんですよ、あれはね。なんかみんなで、いろんな、競技をして遊ぶみたいな。一つね、言葉があるんです、ぴったりなのが。昔先生は、この言葉がぴったりと、日本人の方、どなたかないですかね。子供たちが集まって、なんか、いろんな、例えば、ぴょんぴょん跳びをやったりとか、パンク競争をやったりとか、こういうのって何て表現すればいいですかね。ジャッピマン、体育祭。体育祭も運違動う。会？運動会も違う。なんかね、運動会とか体育祭っていうのは学校の中でやる感じなの。でね、ちょっとあるんです。もうちょっと先生考えてくカーれ。ナファル？あ、カーニファル。カーナフ違う。全然違う。違う。先生、ちょっとじっくり考えて、多分トイレの中とかお風呂の中に入ったら思い出すと思うから、また連絡しますね、思い出したらね。で、このいろいろな、運動を競うね、ものがあるんですけども、それに、ルトゥフィ先生は参加していたということで、忙しいね。で、まあ、なんか、インドネシアの独立記念日、8月17日、トゥジュブラサンというふうに言いますが、8月17日はみんなにとってやっぱり誇らしいとか、嬉しいとか、楽しいとかっていう感じですよね。そうですね。で、今年は77回目の独立記念日。で、実を言うと、毎年、インドネシアの独立記念日の2日前は、何の日か分かりますか、日本は。終戦そう、リファさん。リファさんが言った通りです。毎年、インドネシアの独立記念日、8月17日の2日前、8月15日は、日本の終戦記念日です。で、終戦記念日を説明してください、リファさん。日本語で。今日ディスカッションテーブルだから、インドネシア語でも大丈夫ですよ、皆さんね。はい。何でもいいですよ。
第二次世界大戦が終わった日、そうですね、降伏した日でしたっけ。はい、そうですね、まあ、日本人としてはやはり終わった日というふうに書いてますね。終戦記念日、この字を見てね、今小川さん書いてくださいましたが、終戦記念日、戦争が終わった日ということですね。同じですし、1945年の8月15日に、日本は終戦記念日を迎えました。戦争が終わりました。そしてその2日後にインドネシア独立するのって言って、独立記念日8月17日。なのでたった2日違うだけなんですけど、気持ちがちょっと違うんですね。日本人はどうでしょう、終戦記念日の時ってどんな感じですか。メディアとか皆さんの気持ちというのは、五十嵐さんとちょっと聞いてみましょうか。五十嵐さん、終戦記念日の気持ちはどんな感じでしょう。わーって騒ぐっていうよりも、ハッピーっていうよりも、犠牲になられた方々への思いを寄せるっていうか、追悼する、こんな気持ちの方が強いかなって気がします。そうですね。日本の場合は戦争が終わった、しかも負けましたから、だから亡くなった人たちのことを思う、そういう日になっています。だから楽しいとか嬉しいとか誇らしいとかっていう気持ちはないですね、日本の場合はね。後藤さんどうでしょうか。後藤さん、この終戦記念日というのは日本はどんな感じですか、毎年。そうですね、もう同じような悲しい思いをもう繰り返さないようにと、そういうことを思ったり、あとは亡くなった方たちを思う日かなと思います。そうですね、ありがとうございます。ということで今日はちょうど、終戦記念日と独立記念日のすぐ後のディスカッションテーブルですから、チンタタナアイル、祖国を思う心というテーマで皆さんとちょっと話していきましょう。ちょっと真面目ですけどね、ちょっといろいろ話してみましょうよ。祖国という漢字があります。この字は先生はとても好きな綺麗な字だなと思うんですけど、なんとなくね、祖国というのは、まあ、インドネシア語で言うとタナアイルですね。自分の生まれた国ですね。祖国を思う心、これに関して日本人とインドネシア人ってちょっと違うのかな、あるいは祖国を思う心は同じでも祖国を思う心の表し方というのが違うかな、どうなんだろう思います。ではですね、ちょっと難しいかもしれませんが、インドネシア人のチンタタナアエル、これどんな感じです、どんな感じでしょうか。スラントさん聞いてみましょう。スラントさん、インドネシア人にとってチンタタナアエルって どんな感じ、どんな思いとかどんな気持ちとか。学生になるなら一生懸命勉強しなければならない。で、公務員ですね。はい、公務員なら、公務員は腐敗で罠く規律を保たなければならない。で、企業家は税金を払わなければならない。はい、ということは、国の、チンタの国はもう多分なります。国を思うっていうことは、言ってみれば一生懸命勉強したりとか、決まりを守ったり、そういうことをして素晴らしい国にしていくんだというような感じですかね。はい。わかりました。その他にちょっと他のインドネシアの皆さんのね、チンタタナアイル、私はインドネシアに対してこういうふうに思ってるとか、私の考えではインドネシア人の村さあチンタタナアイルはこんな感じっていうの意見がある方いらっしゃいますか。どうでしょう。はい。ね。なかなかシリウスなトピックですからね、今日はね。プトゥリさん、さあどうでしょう。私の場合は、スラントさんの同じ、一生懸命何でも一生懸命勉強する、
インドネシアのために勉強しますね。でも、インドネシアはまだ negara berkembang。だから、何もかも、インドネシアはこんな国ですよ。こんな国 でも、私はインドネシア人が、私のとって、saya sebagai orang Indonesia、Indonesia に生まれたは、よかった。この場ね、あのジャプテリーさん、日本語、今日は日本語ワイワイじゃないですけれども、あ、そう、大丈夫ですよ。あのインドネシアに生まれてよかったとか、幸せだったとか、はい、そうですね、あのインドネシア人として誇りを持っているとかね。インドネシア、bagaimanapun、bagaimanapun keadaannya Indonesia、saya bersyukur tetap menjadi orang Indonesia。素晴らしい。これがね、実はこれが日本人は少ないんですよ。こういうふうにバーンと今のね、プトゥリさんが言って、で他のインドネシア人の皆さんがこうやってたでしょ、うん、先生はそれを見て羨ましいなと思ったんですけども、日本人はあまり今のプトゥリさんみたいに私は日本人に生まれてよかったってあまり言わないですね。どうでしょうか、小川さん。小川さんにちょっと伺ってみましょう。そうですね、なんかなんでですかね、なんか日本、日本のことが、国が好きとか、そういうことをみんなの前で言うと、変わった人だっていうか、変な人だとちょっと危ない人じゃないって日本人は思うので、あの国のこととかはあえて言いませんね。ちょっとセンシティブなところがあります ね、 すね、国に対して愛してるとか好きだとか、はい、あんまり熱いことを言ってしまうと ね、 うね、はい、どうでしょうか。じゃあこれもう一人、じゃあ後藤さんにも伺ってみましょう。後藤さん今台湾に住んでらっしゃるのでね、多分遠くから日本をご覧になるという意味で私も同じなんですけれども、日本人の人たちがあまりこう祖国に対して日本が好きとか愛してるとかってあまり言わないと思われますか、後藤さんも。はい、そうですね、今台湾にいて特に思うんですが、他の国の方たちは結構自分の国のこととか文化とかもよく知っていて、もちろん他の 国のことにも興味はあるんですが、自分の国のことにすごく興味を持って積極的に話しますが、日本人はやはりあまり人前で自分の国のことをこう言うことはないですね。まして愛してるとかそういう表現をすることはあまり見ないです。これどうしてだと思いますか。アルディさんは結構長く日本にいましたから、日本人があまり私は日本が好きっていう日本人少ないでしょ、アルディさん、どうしてだと思いますか。どうしてだとするとなんか、日本の法律だとめんどくさいよく聞いてましたですね。どういう、めんどくさいとか、なんか自分で働いて、でも半分ぐらい国に取られちゃうとか、そういう。あ、なるほどね。それはまたなかなか税金とかの問題になってきますね。そうです。で、毎年毎年税金も上がってるし、だからちょっとそれの辺で、なんか日本人が自分の国愛という言葉はないんじゃないかなって思う。そうか、日本人は日本の政府のやり方とかがあまり満足しないから、なんとなく好きって言えないっていう感じですかね。五十嵐さんどう思われます。日本人がどうして日本のこと好きって言わない、愛してるってあまり言わないっていうのは。いや、本当は好きなんだと思うんです。ただ、やっぱり日本が好き愛してるっていうと、さっきの小川さんの意見とも通じるんですけれども、その愛国心イコール右翼で、愛国心が強すぎるとまた戦争、日本は侵略戦争をしたっていうふうに言われてますから、また戦争に結びつくんじゃないかっていう、そういう恐れみたいなのがあって言わないんじゃないかなって思います。そうですね、本当に日本人の方たち、小川さんと五十嵐さんと後藤さんからご意見いただいて、主さんのご意見もあったりとかしたんですけれども、先生も実は2つ考え思っていて、1つはまずやはり日本のことが好き好き好き愛してるっていうと、日本のことだけのために考えて
最後は戦争を始めてしまう。自分の大好きな愛している国を守るためにまた日本は戦争するような、そういう考え方の人でしょ、チャラピキリニブギトヤ、うんうんうん、というふうに思われてしまって危険な人だと言われてしまう。もし先生が日本愛してる、私は日本大好きなの、愛してるの、日本は世界でナンバーワンとかって言ってると会計さんってちょっと危ないよねというふうに言われてしまう。これが一つです。でもう一つは、日本人はその昔から直接的な言葉を言うっていうのはあまりいいことだと思われてない。例えば日本人が恋人に愛してるとかってあんまり言わないって聞いたことありますか。例えば奥さんとご主人ってね、もう愛し合ってるのにご主人が奥さんに愛してるよってあまり言わない。なんか日本人はやはり愛しているという言葉をなんか直接的にはっきり言うのは照れくさいとか恥ずかしいね、恥ずかしいとかかっこ悪いとか、なんか本当に愛してるんだったら口では言わない。カルブトルブトルチンタジャンガンクルワルカンドンというような考え方もあったりとかするので、なんとなく日本人はあんまり愛してるって言わないかな。でも五十嵐さんはいや、でも日本人は日本を愛してると思いますよというのを聞いて、うんうん、先生は今ちょっと泣きそうでした。嬉しかったです、すごく、はい、で特に今日は実は小川さんと五十嵐さんもインドネシアに住んだことがある。で先生も今インドネシアです。後藤さんは今台湾に住んでる。海外に、外国に住んだことがある人は日本に対して結構なんか、あ、日本ってやっぱいい国だなって思うチャンスがあるんです、すごく。でも日本にずっと住んでると日本のことを改めて見ることができない。なんかスサリハジュパンスプテアパイ、でもカロダリジャウ、例えばね、服を着た時に近いと見えないでしょ。でも遠くから見ると全体を見て、あ、かっこいいじゃんとかね、あ、素敵じゃんとかっていうのがある。だから遠くから見る方が本当の姿が見える、本当に全体が見えるっていうので、海外に住んだことがある人は祖国を思う心というのが強いかなというふうに思います。どうでしょう、なんか意見がありますか。皆さん今までいろいろちょっと話をしましたけれども、先生と日本人の方々からのねお話で、じゃあちょっとダニエルさんにちょっと聞いてみましょうか、はい、ダニエルどんな感じですか。はい、多分、うん、すみませんですけど、多分私は昔、うん、独立記念日の時、うん、はい、普通です、うん、tidak ada rasa apa-apa spesial、ね、うん、でも多分2014年からちょっと変わります、はい、どうして演塾の時、はい、日本公演始まりました、はい、日本へ行くようになったんですね、はい、うん、他の国にいる時、自分の国を思っていること、誇りに思っていることに気づきました。はい、素晴らしい、ダニエル、ダニエル、泣きそうです、先生。日本の舞台でメラプティ歌を歌えることを誇りに思います。その時やっぱり、はい、インドネシアが本当に大好きです。はい、うん、もう小川さんの大喜び、海金先生も大喜びです。そうですね。ダニエルさんとか、それからワユさんね、JCC のワユさん、それからルトゥフィ先生ですね、この3人は昔ジャカルタコミュニケーションクラブがサポートしていた劇団演塾というテアトル演塾 の, メンバーでしたね。で、日本公演へ行きました、日本へ行ったんですね。で、日本のステージで日本語のドラマをやったんですが、そのフィナーレで「メラプティ」という歌を歌いました。その時にすごくバンガだったので、あ、やっぱり私たちはインドネシア。どう、ワユさんどうでしたか、ワユさん。はい、バンガ先生。バンガや。バンガ先生。サンガバンガね。なんかすごく、はい、やっぱり日本、インドネシアにいるとインドネシア人ということはあまり意識しないけど、外国に行くとインドネシア人、私はインドネシア人だってことすごく意識するし、ましてや、その外国に行って自分の国の、ね、ラグネガラを歌うと、ラグネガラじゃないですけども、やはりなんか祖国を誇る歌を歌うというのはすごくやっぱり
感動ですよね。どうでしたか、ルトフィさん。ルトフィ先生。すいません。はい、全然。なんか、その時も、ちょっとそのメラプチの歌を歌って、うん、まあ、そう歌う時、うん、その本当に、なんか急になんか涙が入っている。うんうん、こんな感じで。まあ今までその感じでもちょっと今までまで先生その、うん、まあ、ステージのそして日本人の前で日本メラプティの歌っている時も本当に、うん、バンガですね。そして本当に泣いてです、うん、ありがとうございます。でじゃ あのダニエルさんはそれから2014年からフジブラさんはいろいろじゃああのいろいろ行くようになりましたか、するようになりましたか、そうか、じゃあ意識するようになったんですね。はい、あの日本はあのさっき言ったように8月15日が終戦記念日で、独立記念日というのはないんですね。独立記念日はないですね。日本はずっと日本だったので、その代わり建国記念日というのが国ができた記念の日というのがあるんですが、これはあの 2月の11日ですかね、2月の11日なんですけども、あまりでも意識しないですかね、あまり感覚としてどうですか。浜地さん車に乗ってらっしゃいましたね。はい、あの建国記念日ってなんとなく、あ、すごい国ができた日なんだとかって思いますか。どうでしょう、浜地さん、ちょっと難しいですね今日はね。はい、わかりました。じゃあ小川さん行ってみましょう。小川さん、建国記念日、わあ今日は国ができた日だみたいな、いつ国ができたんだろう。あんまりなんか思わないですよね。あの、はい、だから日本にとってやっぱり国が、うんうん、すみません、私もそうです、同じです。ごめんなさい、今ミュート解除するのがわからなくて。すみません、同じです。どうですか、なんだかよく建国って、はい、どうぞ。はい、はい、建国の意味もわかりません。あ、そうですか。何の建国かもありません、ね。はい、あの建国記念日というのはですね、実はあの建国っていうのは国を建てるという字を書くんですけれども、建国記念日というのはね、あのそれこそいろんな国で建国記念日を持ってる国があるんですが、その建国記念日が本当は何の日だったかってはっきりしない国も結構あるんですって。日本も実はこれはあの昔のなんかあの歴史の中ですね、あの歴史の中からある日をあのちょっと当てはめてということで、別に意味がある日じゃないそうですね。憲法記念日はまた別にありますしね。だそうです。じゃあちょっと他の話にしてみましょうね。国を表す歌がありますね。はい、国を表す歌、さあインドネシアは何ですか。国歌ですね、国の歌。国歌は何ですか、国歌は何ですか。アウディさん、アウディさん、インドネシアの国歌は何、はい、何か、インドネシアの国歌は何。国歌、国の歌。国の歌、はい、インドネシアライアです。そうです、インドネシアライアです。じゃあアウディさん、日本の国歌は、はい、あ、日本の国歌は、はい、君の代よ。君がよ、そうです、君がよです。そうです。でね、実はこのね、君がよはまあ、あのいい歌なんですよ、国歌ですからね。でもちょっと暗いと言われます、結構暗いって言われ、インドネシア、じゃあ皆さん、ではインドネシア人の皆さん、インドネシアライアちょっと歌ってみましょうよ。バルドゥアハリ、あのトゥジュブラさんですから、ちょっとだけどうぞ。サトゥドゥアティガ、インドネシア、シャーラーラー、はい、ありがとうございます。この歌を聞くとなんとなくね、それこそあのワクワクする感じ、ワクワクする感じ、あの、はい、先生とダニエルと多分ワユとルトフィは多分劇団四季の南十字星という、うん、あのドラマを見たことがあると思うんですけれども、この中であのやはりこのインドネシアライアを歌って踊るシーンがあるんですね。劇団四季がすごいんですよ、やっぱりエネルギーがブワーッと出てくる感じだから、もうオリンピックでこうやって上がると、オリンピックこうやって上げないか、バーッと上がるときに、バーッと上がっていくときに見てて、インドネシアうわーすごいと思うんですけど、日本の場合は、さあ日本人の皆さん、君がよ歌ってみましょうか。
これいらないかもしれないですね。いいですか、日本人の皆さん。1、2の3。君がもうこのままなんとなくずっとなんか海の中に沈んでいきそうな感じですけども、はい、でちょっとなんかね、すごくこうあのテンポが遅いというのですね。だからなんかそのあの日本の明るインドネシアの明るい感じと日本人のなんとなく遠慮がちな感じ、おとなしい感じみたいな感じがですね、してちょっと寂しいなと思うんですが、でも「君が代」はあの今も愛されて歌われています。じゃあインドネシアの国の花、国の花知ってる人、インドネシアの国花、あい、まあ、プトリさん、プトリさんどうぞ。メラティ、メラティです。ジャスミンの花ですね。メラティです。はい。それでは日本、じゃあインドネシア人の方に聞きます。日本の国の花は何でしょうか。手を挙げてください。手を挙げて。はい。アウディさんどうぞ。桜ですね。もう一つあるんです。実を言うと、桜ともう一つあります。さあ何でしょう。プトリさん早い。あ、プトリさん早い。行きましょう。菊。そうです。日本の花は桜と菊なんです。で、これね、なんで日本は2つあるのって、これね、日本の国が勝手に決めていいんですって、アンケートでもなんでも。勝手に決めて、桜と菊になったんですね。で、あの、インドネシアの場合はメラティですけども、実はまだ他にも、あの、インドネシアの花と言われてるものがあるそうです。もう一つ、誰か分かりますか？はい。はい、リファさん。さっきあのダフレシアも答えられたんですけど、あともう一つアングレックブランがあります。そうなんです。そうですね、アングレックブランというのは胡蝶蘭ですね。あの、ラフレシアというあの大きい花と、それから胡蝶蘭、これもあのインドネシアの国花と言われています。国花というのは花の方ですね。では皆さん、国の鳥って知ってますか？これね、先生も知りませんでした。日本の国の鳥とか鶴でしょとかって、また鶴じゃなかった、鶴じゃなかった、分かる人いらっしゃいますか？日本の鳥、はい、いや、あ、ハウジャンさん、ハウジャンさん、日本のか、あ、インドネシアだとか、あ、日本のか、日本の鳥、日本人に聞いてみよう。まず小川さん知ってますか？日本の鳥知らない。五十嵐さん、鳥とか、五十嵐さん、新潟の、 あの、あれ詐欺じゃなくて、はい、2文字の鳥、なんかね出てきますね、2文字の鳥です。五十嵐さん当たってます、当たってます多分ね。後藤さん分かりますか？トキ、いやちょっと違う、似てるんですけども。浜地さん、キジ、キジでございます。キジなんですね。はい、キジという、まあ、皆さん聞いたことがないと思いますが、先生もびっくりしました。キジとかって思って。で、じゃあインドネシア、最後のインドネシアの国の鳥は何でしょうか？さっきね、ガルーダね。ガルーダ、はい、川さん、ありがとうございます。ガルーダ。さっきね、このディスカッションテーブルが始まる前に、ダニエルさんと喧嘩しました、ほとんど。ガルーダ、本当にガルーダなの？ガルーダって本当にいるのって、いや、先生いますよ。自信なくなっちゃったとかね、いろいろ話をしていましたけども。じゃあ、ちょっと写真見てみましょうね、皆さん、ディスカッションテーブル、今日の、まあ、国家、国、祖国を思う心ですけど、最後は国のいろいろ。はい、これはインドネシアの国の花、メラティでございますね。はい、はい、そして次は、はい、もう一つ。これはラフレシア。それから今日ポチョーランの写真はちょっと用意してないんですが、ね、アングレックオイットグラマフルムです。はい、じゃあ日本の写真いきましょう。日本の花。はい、これは桜。はい、間違ったら殴るよみたいな感じですね。はい、もう一つ。もう一つの、はい、これは菊です。日本にも、インドネシアにもね、菊の花ってありますけど、ちょっと違う。あの、日本はね、いろんな種類があるんです、すごくね。はい。次の写真見ましょうか。はい、これが生地、これが生地です。浜地さん答えてください。綺麗ですよね。はい、はい、なんか本物見たことないかもしれない、先生もね。次の写真、はい、これ突然日本の石です。日本の石というのがあるんですね。これ水晶という、水晶なんですかね、インドネシア語はね。はい、じゃあ次の写真いきましょう、パトリー。はい、終わり、もしかして終わり。
終わりですか？ガルーダは？そうだよ。ガルーダは？ガルーダさっき探しといてって言ったじゃん、ダニエル。何なの？もう頼りないアシスタントだね。ということで、今日は今日のディスカッションテーブルは祖国を思う心ということで、チンタタナアイルについてお話をしました。本当に皆さんありがとうございました。それでは来週のトピックのご案内です。ダニエル、よろしくお願いします。はい、来週。はい。すみません、はい、先生は劇団四季は知っていますか？もちろん知っています。インドネシアライアの日本の歌は見た、うん、ちょっと説明しますはい。インドネシアライアの日本語の歌詞、インドネシア我が祖国我がふるさとよとか、うん、日本語の歌詞ですね。はい。日本語の歌詞、うん。それをアウディさんは知ってますか？いや、私、見たいです。その劇団四季は、うん、見たいですか？YouTube は見た。ああ、そうですか。はい、ちょっと歌を見ましょうか。はい、ああ、そうで、はい、そうですね。じゃアウディさんはそのドラマを見たことがあるんですね。見たことがあるんですね。これはね、皆さん一緒に。ということで、この祖国を思うところを小さく話しているまもなくステラシーなカウントダウンです。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、また来週。